はい、今日もカサゴを狙いに名古屋港の方までやってきました。で、まあいつもの感じで、ジグヘッドに餌をつけて狙っていきます。で、一応今回はオキアミとイカを持ってきてるんですけど、オキアミだとまあほぼ確実に釣れると思うんですけど、いかんせんちょっと餌持ちが悪いので、今回はこっちのイカですね、イカをメインに狙っていきたいと思います。で、ジグヘッドは、前も使ってたこのアマゾンで安く買ったやつです。このジグヘッドなんですけど 2g で、結構軸が太いんで、まあ、その分かかりがちょっと甘いかなってところあるんですけど、まあ、最悪多分チヌが来ても折れることはないので、これはこれで結構使い勝手がいい感じです。ちょっとせっかくなんでワームみたいにつけてみました。じゃあこれで狙っていきたいと思います。じゃあ今日もこの岸壁のヘチを行ったり来たりして狙っていきます。まあ、今日もこれね、干潮間際なんで、まあ浅いまあ浅いわ。まだちょっと早いかな。でももう良さそうやけどな。しかもなんかイカあんま釣れないんで、こっちのいつものオキアミに変更します。いや、イカ釣れると思うけどね。まあ一匹は釣れたけど、これでバンバン釣れたらどうしようって。
1000円を買って、食い込ませようと思って待っとったら切れたわ。しょうがない、持ってかれたな。